り。ん？猫はこたつ。ん？丸くなる季節。あ、これ猫こたつに入ったんや。え、こたつじゃないよね、これ。なんか鍋みたいなに入ってない？ねむねむわんこ、それはねむねむにゃんこだ。ねむねむにゃんこ。変わった洋服着てるね。これお姉ちゃんの服。お姉ちゃんから、なんか貸してって言って借りてきた。服。なんかフォーウェイだし。2ウェイは聞いたことあるけど、4ウェイは初めて聞きました。なんか、4種類、4通りで着れるらしい。この、裏返して、なんか緑なんですよ、これ。中が。緑でも着れるし、青でも着れるし、前、後ろも反対でも着れるから、4ウェイらしい。4種類で、4通りで着れるらしい。うん、リバーシブルだし、もうこの、これ前後でも、前後って言うんですか？着れるらしい。初めて。ね、すごいよね。ちょっとなんかね、前後はね、なんかね、ちょっとこれ今回すわ。服をこんな裏で回すことしたことないんですけど、なんかね、なんか、こうすると、なんかここが開くらしい。なんかちょっと鎖骨みたいな、なんか首輪っぽくなるらしい。こうなるらしい。なんか今服のしたことない、こんなことね。なんかでも姉的には青のこのボタンがある方がなんか好きって言ってたから、そうしましたね。緑、これなんかほら、緑らしい。中が逆になるらしい。裏返すと緑だから、この部分が、この部分も緑だ。えっ、どういうこと？これ全部緑になるんかな。これ初めて貸してもらったんでちょっと分かんないんですけど、裏全部緑っぽいね。どうですか、どれがタイプですか、どの着方が。これ4日続けて着ても大丈夫だね。4日続けて着ても毎日ちょっと違う服に見えるから大丈夫。ありがとうございます。どれが好き。え、でもこれ好きよ。これこのなんかちょっとチョーカーっぽいやつ、チョーカーチックになるやつ。ハートバラありがとうございます。裏側見たいですか。原型はどれですか。全部原型です。どうやって売られてたんだろうこれ。確かに、なんかどの形で売られてたんでしょうね、トップ画面は。あ、でもこっちに裏返すと、この、何ですか？縫い目っていうんですか？縫い目じゃない、なんていうんですか？こういうのが出てこないのかな？裏も見たい。ちょっと着替えてこようか。ちょっと待ってくださいね。うん、うん、結構緑だな。あ、これは真緑だ。めちゃ緑なんだけど。すごい緑。こんなに緑なのあんまないかも。なんか違う服に見えるね。
緑かわいいね。緑なんかちょっとここら辺が余裕あるんで着やすい、動きやすいし。うん、青なかった。同じ服なのか。同じ服だよ。ちょっと回します。回す人いないよね。おお、なるほどね。はいはいはい、こうなるらしいで。ふんふん。なんか4通りで切れるらしい。チョーカー風シャン、すごいねこれ。隠し芸だ。後ろ見せて。後ろ、後ろはボタンがついとる。ね、すごい。どれがタイプだった？どれが好みだった？せーので言おう。せーの、せーの、青が出た方のチョークある方。お、これも好き。嬉しい。緑が好きなの？もう覚えてない。目に優しい。あ、あれですね、なんかこう画面ってまなんかあれじゃないですか、見すぎるとずっと良くないっていうから、こう画面対画面 VS 中村舞みたいな感じで、目が良くなるのか悪くなるのかどちらなのか、果たして画面に映っている緑色は目が良くなるのか悪くなるのか、謎ですけども。原色かわいい緑。勝てるのか中村前。知らん。ありがとうございます。ブルーライトに負ける？グリーンフラッシュ、グリーンフラッシュ、パシャン。そうか、つながってるよ。あ、あんま伸ばしたら。お姉ちゃんに怒られるかもしれない。マフラー、リコチ。あー、でもリコチ確かに緑とか結構そういうの着てるかも。リコチは結構なんか濃い緑とか、何色着てるっけな、黄緑系とか超着てる。しかもね、リコチのすごいところは靴とかバッグも全部本当に揃えるところなんですよ。そのなんだろう、合ってるんですよね。なんかこれだけ緑とかじゃなくて、足元までもう帽子までもう全部もう全部コーディネートちゃんとしてて、
なんかその日色がちゃんと統一されてるんですよ。だからすごいなって思う。こだわってるよ。徹底されております。どこで売ってる、もう本当にどこで買ったんだろうって服めっちゃ持ってる。めっちゃ上級者よ。遠くからでも分かる、あれリコチやなってのは分かる。私はなんだろう、こだわり、特にそんなにこだわりっていうか、まあ自分に合うものを、私未だに調べるからさ、なんかその服とかもう全部そこの服のサイトを全部見て、なんかそのどうやって着てるかも全部見たり調べて、もう怖いんですよ。なんか自分のなんかファッションセンスを疑っちゃって怖くて、なんか丸々着方みたいな、丸々に合うみたいな服みたいな、レディースみたいなね、全部検索して画像を見て、うん、すぐ調べる。ありがとう。マネキン買いはあんましないかもしれないけど、うん、うん、もう怖い怖い。今言ったのマネキン買い？違いますよ。マネキン買いは違いますね。なんだろう、悪魔に参考してる、参考にしてるだけで、あ、こういう系で合わすのかってのを、で自分の持ってる服で合わすかな。アネキューと服の好みでも最近あんまり気にしてないですね。うん、で私あのね、服の系統がマジで定まらない人間なんですよ。なんかありませんか、なんかあんまり私が着てそうな服なくないですか。定まらないので、いろんなの着ます。いろんなのが似合うようになりたい。可愛い系も綺麗系も、294日ね、なんかもうすぐで300日なんですね。考えればあと6日で300日だ。300日、まあ何日かは毎日チケット使ったので、あの全く休んでないわけではないのですが、まあ、ありがとうございます。1年見えてきた。確かに365、うん、ほぼ毎日ありがとうございます。そうなんですよ、2ヶ月ちょっとぐらい、え
待って、自分の誕生日ぐらいじゃない？そんなことはないか、4月ぐらいか。どうもありがとう。一番続いたの何日かな、わかんない。いや365日は続いたことあるんですけど、なんかもうパタンってやめてしまった時があったので、はいそうですね。記念配信自分でする？体調良くない時とかないの？体調良くない時あるよこの間も体調良くなくて2日連続続けて休んじゃったんだよ。毎日チケット使ったんだけど、うん、体調悪い時ありますよ。休む休む。そう、でも今無理はしてないので全然。グー大丈夫です。配信しているときに体調悪いときってあるの？どうでしょう。わからん。どうだろう。でもね、配信基本座ってやってるので。眠そう。で、そうなんですよ。もうね、でも今日はありえないくらい寝たんですよ、私。本当に、もう、すごい意味わからんぐらい寝て、何時間寝たんだろう今日。そう、夕方にお仕事があったので、そこまで、そう、もう家にずっと（笑）いて。ハートドラマありがとうございます。なんですよ。すっきりしてる顔。寝たら調子いい。だるまありがとう。今日夢、めっちゃ怖い夢見たわ。今でも覚えてる。そう、朝は全然起きるんですよ。朝起きて、で、なんかご飯とか食べたりはするけど、すぐ寝るんですよ。どんな怖いの？夢？どんな怖い夢か？なんか親がなんか犯罪を犯してで、いやこれ夢の話ですよ。で、私はそれを気づいてて、で通報しようかなって悩む夢でした。
どうしようかな、そうしようかな、うーん重すぎる、そう今日の夢怖すぎた。いやなんかでもなーって、親だしなーみたいな、通報しよっかな、でもなんか通報バレたら怖いしなみたいな、そんな夢見たことない。私なんか意味わからん夢ばっかり見るんで。ありがとう。寝る前に何見たか覚えてないな。寝る前ほんわかしたのしか私見ないようにしてます。はい、タコありがとうございます。私基本ほんわか系しか見ないようにしてるんですよ。何事もなんか笑う系、もう笑顔しか使わない、笑顔しか笑う感情しか使わないものしか見ないようにしてるんで基本。うん、ほんわかしたのしか見ない。お笑い、うん、徹底的に怖いやつ見ない、抜け出せないんですよ。動物の動画とかばっかり見てる動物の動画、うん、癒される、動物が癒されるよ。ゾンビ？私親がゾンビとかになったら私もゾンビになるよ。あ、今日なんかゾンビっぽい。あゾンビになるよ。みんなでゾンビになれば怖くないよね。カッパ？今日の私？皿ないかな？皿。皿がないとカッパとは言えん。皿がこの部屋にはない。これはカッパだ。これ皿ではないんですけど、皿っぽいものを。かっぱ寿司。ここにお寿司を。小さめ？あとこっちの方が見え。かっぱに見えてきた。お皿。僕のお皿かそうか？え、カッパがいる。カッパがいます。似合う、ありがとう。くちばし？くちばしは、なくてですね。唇がありますよ。唇。
これめっちゃいい匂いするな。どう？カッパに見える。何の匂い？なんか唇パックの匂いなんですよ。カッパ。いやね、昨日カッパじゃなくてね、あ、そうだ、節分の話をしてて、鬼になりたいなと思って、その後、配信終わった後、鬼のコスプレを調べたんですけど、マジで鬼のコスプレってなくて、なんか、セクシーなのしかないんですよ。なんか上下分かれてる下着みたいな、鬼みたいな。なんか、なんて言うんですか、鬼のさ、こう、黄色と黒のさ、こう、しましまの柄みたいなあるじゃん。あれの、セクシーな、ラムちゃん？なんかすごいセクシーなね、もう本当に。もう露出が激しいやつしかなくて。いや、これはいかんと思って。うん。マジで鬼のコスプレって少ないやなと思って。なんてこった。コンプラ違反。そうです、コンプライアンス守ります。セクシーよ。犬ありがとうございます。学んでください。学生ありがとう。守ります。あんまりそわそわしないで。あんまりそわそわしないで。あなたはいつでもキョロキョロ。よそ見をするのはやめてよ。私が誰より一番好きよ、好きよ、好きよ、うふん。好きよ、好きよ、好きよ、うふん。好きよ、好きよ、好きよ、うふん。ってやつだよね。あれ、こんなやつじゃなかったっけ。そうだよね。なんで知ってるの？え？わかんない。なんで知ってるんだろう。有名じゃないですか。かなり前のアニメ？ああ、そうなのか。少し感動。なんでなんだろう。なんかでもさ、なんで知ってるんだろうみたいなものないですか、よく。なんかで知ったんだと思う。なんか、まあ今は、なんかネットとか、もうすごい時代ですから。親の影響？
おお。うちのお母さんはコートではなんだっけあのあれコートでは誰も一人きりみたいなやつなんだっけ、あれなんだっけ、あエースを狙えか、お蝶夫人が出てくるやつです、エースを狙えとか、うちのお母さんそれをアタックナンバーワン、え、なんかドラマやってました、私もエースを狙えはすごい見直したっていうか、見直したって言ったら変か、なんかめっちゃ見ました、あの普通に中学生高校生ぐらいになってから見ました全部。アタック、アタックアタックナンバーワン、あれこんなんじゃなかったっけテニスはしなかったの、いやマジでテニスハマりそうだったの、そうあのそのあれ見てエースの狙い見てもうめっちゃテニスもうハマりそうだったけど、私へ下手なんです、もう本当に下手すぎて、軟式じゃない、私が挑戦したのは公式テニスなんですけど、あれ公式だよね多分下手なんですよ、もうありえないくらい下手でもう本当に、足らない、でもなんかテニス着着たい、テニス着着て、私形から入るタイプだからね黄色い球のやつ、そうですよ、なんか思ったよりも公式テニスはちょっと当てただけでめっちゃ飛ぶんですよね、もうなんかなんだろう、なんかなんて言うんですか、あのプロのテニスプレイヤーを見ていたらもうめっちゃもうこうやってバーンバーンって打つんですよ、だから私も真似して打ったらもう野球のホームランみたいに見えちゃう、ヒューすっごい飛ぶんですよ、しコントロールが難しい、コントに入らない、そうだよサーブでねサーブで入らない、ダメダメダメ、バレーボールはやってた、やってたって言っても体育だわ、できるよこれしかできないけど、バレエやりたい、あのクラシックじゃない方のバレエもやりたい、でもバレエって一人じゃできないじゃないですか、バレエ部作らないと、やりたい、強い部活、何部があったんだっけふふ私の学校、うん、分からんわ部活、私に
私に部活のことを聞いてはいけません。本当に答えられない。水泳、野球、吹奏楽あったよ。バスケもあった。なんか一回バスケ部の部活のマネージャーさんに入ってくれないって言われて、なんか誘われたんですよ高校生の時に。バスケのマネージャーさんお願いしたいんだけどって言われて、ですごい興味はあったんですけど、私はなんかそもそも多分マネージャー業向いてないだろうなって思ってね、私のマネージャーが欲しいくらいだわと思ってそう断っちゃいました。私の方がマネージャー欲しいわって言って、ね、そう、うん、多分ね向いてないと思うんだ自分で、ちょっと思うんですけど。なぜお誘いが来たのか、私部活にそもそもそんな入ってなくて、入ってなかったわけじゃないんですけど、その週一の部活だったので、そうなんか運動部とかなんかこう毎日行ってるって感じじゃない人だったので、放送部は週一だよ。見てないよマネージャー。いやすごいよマネージャーさん、本当にやってる子たち大変だろうなね。まいちゃんのマネージャー大変。まいちゃんのマネージャー大変だよ。もう、まいちゃんマネージャー欲しいもん、ちょっと。欲しいよ。募集。私もマネージャー欲しい。マネージャー、マネージメントしてください。私の。うえぇ。マネージャーっていうか、あれがいいです。なんか、執事お願いします。大変そう執事。お願いします。え、マジでいたらおんぶしてほしい。私おんぶ大好き。なんかおんぶしてほしい。おんぶで移動したい。おんぶしてほしい、めっちゃ。うわー、あとは一緒にシーソーに乗ってほしい。マジでシーソーって一人じゃ乗れないんですよ。二人いないと乗れないんですよシーソー。だからなんか私この間公園でシーソー乗りたかったけど誰もいなくて、うん、本当になんか誰かに乗ってもらいたいなって思うぐらい迷ったけど、そんな勇気もなくて。シーソー係。真ん中に乗る一人でこうやって違う違うダメダメ。シーソー
子供、いや私子供大好きなんですよ。なんで子供と遊びたいんですけど、やっぱ声かけちゃダメですか？あの不審者みたいに思われる。だから小学校とかでさ、なんかあそこに不審者が出たので皆さん気をつけるようにとか、なんか放送とかされたらもう困るから。緑の服を着た。緑の服を着た。ちっちゃい子好きだな。何歳？何歳だろう？何歳ぐらいかな？わかんない。何歳でも好きかも。何歳でも好きかもって言ったらなんか変だな。めちゃめちゃちっちゃい赤ちゃんも好きだし、本当にわんぱく、わんぱくな走り回る子供たちも好きだし、一緒に遊びたい。保育士になればいいのに。またなんかそれとは違うんですよ。なんだろう、なんか好きなことをお仕事にするって、なんだろう、すごく素敵なことだと思うんですけど、好きなことだからこそお仕事にしたくないみたいなのもないですか？なんか好き、やっぱ仕事になると責任とかいろんなことが出てくるから、なんか好きでいたいみたいな、そのままもうこの好きでいたいみたいな。だから私なんか料理とかも好きだけど、料理人になりたいかって言われたらって思うし、なんか難しいですよね。なんか好きだからこそ耐えられるけどみたいな。でもなんか嫌いになる可能性だってあるじゃないですか、お仕事にしたら。なんか嫌だなみたいなことも増えるかもしれないじゃないですか。マジでそのこのなんていうんですか、これが難しい。そうだから本当に好きなことをお仕事にするのって大変だし難しい、でもすごく素敵なこと。アイドルは、アイドルはでも私の中で結局最終的には好きが勝ち越すと言いますか、なんだろう、そうですね、まあだってこんなに続けることができてるし、ありがとうございます。ありがとうございます。気がしなければいいのでは。難しいですよ。世の中
皆さんお仕事全員好きなことをお仕事にできてるかって言われたら多分違うだろうし、難しいですよね本当に。でも私はなんだろう、アイドルしててよかったなって思うことはたくさんありますけど、ありがとうございます。仕事してたら好きになった、いいねいいねいいね。悩むこと多いですか多いですでもマジでなんだろう、悩むのはまあもうそれはそれでいいことなのかなと思いますね。なんか多分よくしようと思って悩んでるんだと思うから、皆さんも悩んでください。いる、ありがとうございます。前向きな悩み、悩みますよ。悩まない人きっといないですよ。なんか人生相談みたいになったじゃないですか。マイキュー見て抹茶が食べたくなった。もう抹茶っぽいから。なんかこう葉っぱに包まれてるみたいじゃん。マイのお悩み相談？マイが悩みを相談してもいいんですか？その相談す乗るの好きですか？え、でも話聞くの好きです。悩み事ないの？悩み事なんかあるけど秘密表で言えるのはそうだな、生誕 T を今考えてるんですけど、生誕 T をどうしようかなっていう悩みが今その言えるのはこれかな秘密。あとの悩みは秘密。言って。でもね、なんか悩み結局悩んでも、ま、なんかいろんな人の意見を聞いて自分の気持ちが揺らいだりはするんだけど も結局秘めるのは自分でさ、多分その自分の今持ってる悩みはあんま人に聞くものではないかなと思ってて、なんだろうな、自分が自分の中でもう正解は決まってるんですけど、でもなんかね、まあ難しいですよね、いろんな悩みがある。相談する時点で決まってる。え、あるよ、めっちゃ。本当にマジでなんかなんか今日パスタとラーメンどっちがいい？パスタ。なんでラーメンじゃないみたいな
決まってるのに聞くときあるよ。多分同調欲しいんだろうね。ちょっと今の例はちょっと違うけど。これとこっちの服とこっちの服どっちがいい？こっち？私はこっちの方が好きなんだけどなみたいな。じゃあそっちにしろやって言われる。そういう時はどうするか。なんか服の例で言うと、こっちの服とこっちの服どっちが好きって言われたら、あ、こっちだったらこうやって着るし、こっちだったらこうやって着たら可愛いから、選べんけど、まあ、こうやって着るかなみたいな着方も提案するかも。逆、もうなんかどっちって言わないかも。か、なんか自分こっちも可愛いと思うけど、こっちはこうやって着た方が可愛いと思うみたいな感じで言うかも。か、本当にもうあなたはこっちでしょだったら、こっち、絶対こっちって言うと思う。聞いてくる人に合わせます。でもなんかコッコさんが多分そっちのタイプだな。コッコさんがまいちゃんは絶対こっちの色の方が似合うよって言ってくれるから、なんか決めれたりするかも。私優柔不断なんで。今日四国、あ、四国カラー、確かに愛媛の形になっとこう。愛媛はあの逆さまじゃない、裏返したプーマなんですよ。プーマの形。そう、愛媛の形を思い出すときは裏返しのプーマ。初めて聞いた、見てみてください。愛媛マジでプーマっぽいんで。そう、似てない？松山はどの辺？ね、ここ、ここが今治で、こっちに行けば広島。ここから橋が出てて、こう、ここから、こっち側が高知。これで今度から言えれば、愛媛のどの辺ですか？本当ですね、この辺です。こうやって説明する。体で表す。ありがとうございます。四国中央市はですね、こっちですね、このこっちに香川、ここ四国中央市って名の通り四国の中央らへんにあるんですよ。すごすぎん？うん、ありがとうございます。そうそうそう、香川の、そうそう、隣。愛媛の市全部言える？どうなんだろう。でもさ、なんか多分こう、何ですか、前はこの市だったけど統合されたみたいなのがあったりするから、ちょっと自信ないんですけど、全部一応知ってるから言えるんかな、わからん。でもね、小学校の時テストあったんよ。ある？普通になんかさ、愛媛の市全部書くみたいなテストなかったですか？愛媛じゃないけど、なんか多分皆さん住んでる
なんか県のそういうテストとかなかったですか？私愛媛住んでる時ありました。〇〇市〇〇市って全部市書くテストない？覚えてない。私なんかあったんですよ、全部覚えるみたいな。広島はちょっとね難しい。あんまりなんかわかるけど自分からなんか言うのむずいかも。小学生の時にやったのかな。東京23区あるんですか？東京の方あるんですか？23区言うみたいなの。山手線書くみたいなのない。自然と覚えるもん。山手線、私には分からんよ。五反田なら知ってるよ。五反田ってなんであの漢字で五反田って読むんだって思った思い出あるもん。五反田ってみたいな、なんでそんな感じで五反田みたいな。五反田は知ってるよ。絶妙なの？チョイス？次は五反田、五反田でーす。品川もわかるよ。難しい。でもちょっと東京は難しいですね。Next stop is 五反田。こんな感じだよね。何回か乗ったことある。ゲートウェイ、わかる？高輪ゲートウェイみたいなやつでしょ。でもちょっと難しい。あ、新しい駅なんだ。そうなんだ。物知り？いやいや全然だよ。行ったことね、ないわけじゃない。あるんですけど、そんなに何回も行ったわけじゃなくて、本当にお仕事で乗ったことがある。結構前に。三軒茶屋わかりますよ。聞いたことある。それ山手線。いや知らん。知らん、知らんもんよ。地名クイズ。吉祥寺わかりますよ、なんとなく。三茶かわいい。三茶
あれも知ってます、田園調布なんか読み方がかわいい、かわいいっていうか、なんか お嬢感があって覚えました。田園調布、高級なの。もう本当になんか乗る機会がそんななくて、うんうんうん、何ぬくしなぬくしなって何、ぬくしな、ぬくしなって合ってる。新幹線の駅覚えてますよ。寝てるから覚えてない、そんなことないよ。感想、名古屋から横浜までの時間が長いじゃあそこめっちゃ寝る長いです。新横浜かの感想だって。アイス食べたことあるよ。でも私あのアイスの人呼び止めるのめっちゃ緊張するんだよね。なんか特に奥の席だったら、C 席だったら全然ね、いけるんだけど、A 席からあの女の人、こうやって来る女の人に声かけるのめちゃめちゃ、なんか、勇気いるよね。あーみたいな。すいませんみたいな。あ、なんだっけ、なんちゃらアイス。めっちゃ硬いけど、温めたら温めて食べます。温めるっていうかこうちょっと置いて食べます。スジャータ？じっと目を見る。ああ。こう見上げるんですね。だって座ってるからさ。わざと硬いんだって。なんで？溶けないようにしてるの？硬い。あのアイス硬いけど美味しい。挙手？でもなんか自分が例えば A 席にいて C 席がメンバーだったら C 席のメンバーに呼びそべてもらうかもえ、ちょっとあの来たらちょっとみたいな。A 席はちょっとあまりにも遠すぎる。親戚プレッシャー感じてるの私が好きなのはね、二人席の方の奥側が好き。
くありがとうございます。どっちだろう、 D か E か分からんけど。いい席か、いい席、いいいい席、いいです。いい、ありがとう。はい、いい。北海道行った時は、ああ、私真ん中の席でした。北海道行った時、荷物をね、行きが真ん中で帰りが通路側だった。だから帰りはめっちゃこうやって。みんなの荷物を入れる。新幹線じゃないです、飛行機です。隣はマヒナさんでマヒナさんが面白すぎて、なんかちょっとマヒナさんがめっちゃ面白かったんですよ。なんかすごい面白くて、まひなさん。もう面白い。そんなにまひなさんだった。面白かった。なんかまひなさん、いろいろとなんかいろいろと、あったんですよ。もう、不幸続きだったんですよ、まひなさんがなんか。その、前日から、その当日も、全部なんか、いろんな、なんかちょっと、なんかちょっといろいろあったのよ。で、まひなさんにとってマイナスなことが。で、そしたらなんかもう帰りの新幹線でまひなさんがめちゃくちゃ、新幹線じゃない、飛行機で、まひなさんがめちゃくちゃ萎えてて、なんか、どうしよう、みたいな感じで、ほんとこんな感じで、どうしよう、みたいな。そしたら急になんか、祈り始めて、こうやって、なんか今からなんか神に祈るとかって言って、こうやって祈り始めて、なんか一人でブツブツ言い始めて、飛行機の中で。なんかいつも悪いことしてごめんなさい、みたいな。許してください。ずっと神になんか祈ってて、もうなんかしません、みたいな。もうなんか、許してください。ずっと祈ってて。なんか、皆さん隣で祈ってるし、いやなんかねその光景がちょっとなんか見ない光景すぎて、なんかありがとうございます。気になって眠れない、え、ちょっとこれまひなさんの言いたいんですけど、ちょっとまひなさんに許可も取らないといけないしっていう、そう祈ってた。 Q さんも懺悔なんかあるかな。ああ、いつも家出るときに、なんか傘立てをいつも倒していくんですよ。ぶつかって。でも時間がないから、いつも傘立てもバーンって倒したまま出かけるんですけど、すいません。懺悔します。なんか急いでたらやばい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 ガチャンバーンみたいな感じで傘立てが倒れるんですよ。あの家の中にあるんですよ、玄関に。
そう、傘立てがね。あ、私ね、でも毎回傘立て倒すんだけど、帰ってきたら倒れてる時あるわ。でも大体ね、戻ってるんだよね。姉貴が直してくれてるのかも。姉貴に言え。神には言ってもダメ。懺悔。カフェオレ倒してなかった？カフェオレ倒した。倒したっていうかこぼした。そうなんですよ。そう、あれはそう。でもなんか新しいのもらいました。傘立てをなんか違うんですよ、こう倒そうと思ってるんじゃなくて、なんかバッグとかが引っかかるんですよ、こう持ってた。そう、それで、でもなんか傘立てをその起こしてる暇もないぐらい朝急いでて、でやばいやばい倒したわと思って、もうでもちょっともう時間ないけ行くしかない。あと最近なんかおちょこちょいじゃないけど、なんか変なこといいんだよね。なんかエレベーターが4つある建物があって、 1,2,3,4 ピンポンって押したらどのエレベーターが来るか分かんないじゃないですか。でそのエレベーターがポーンってなったから、あ来たと思って行ったら頭ぶつけてドアのとこに、隣のエレベーターが開いてたんですよ。もう頭ガーンって一人でぶつけて、で全然違うエレベーターの方に突進してて、でなんか何してんだと思って、自分めっちゃ恥ずかしくて、えそうランプつくのに、そのなんかランプも見ずに、なんかぼーっとして、うん、ダメだ最近ね、んな人見たことない。いるよたまに。めっちゃ周り確認した、私しかいなくてよかった。疲れてるの？ぼーっとしてる。監視カメラ？あ、でも私最近なんか監視カメラじゃないけど、カメラがあったらピースするようにしてます。なんかね、なんかミリタンがなんか家訪ねてきた時になんか映るやつにこうやってピースしてたんですよ。それ以来それやるの可愛いなと思って、なんかカメラがあったら全部ピースするようにしてます。イエイ。やばい？やばいけど、でもなんか、やばいかな？いや、でもなんか、別になんかその、長時間やってるわけじゃなくて、なんか一瞬ですよ、こうやって、イエーイって。やめてくれって人が、いや、なんでですか？もしかして監視カメラの人ですか？なんかでもエレベーターの監視カメラはめっちゃ見ちゃうかも。
どんな顔で見るん、こうやって。これが監視カメラとしたら、こう上の方にこうあって髪じーんと見とく怖い？幽霊だと思う？通報？でもずっと監視してるのかな。あんま監視してない、してないわけじゃないと思うけど、監視台ってこういっぱいあるじゃないですか。だからそこをずっと監視してるわけじゃないんじゃないですかね。こう全体でこう俯瞰して見てるんじゃないですか、いっぱい画面を。そこだけに多分集中してないよ。あれ録画されてるんだフ何かあった時に警察に提供される。まあ、害はないですからね、大丈夫です。害はないです悪いこともしてません。なんか変な人だと思われる？ピース、ピースしましょう。あれはしないよ。体温測るやつ。最近体温測るやつさ、なんか外寒いじゃんか。やからさ、出てきたらさ、出てきたらっていうかさ、室内に入って体温測ってもさ、34度とかが、なんかすごいもう、すごい低体温更新されていきます。あるあるだよね。冬さ、すぐにエラーなるよね。ひえひえ、30度だった。30度やばい。 LO、 え、 LO ってさ何なんですか？どういう意味なんですか？あのピッてやるやつってさ、 LO って出たら、 LO って何なんですか？あれ、ワイドありがとうございます。低いって意味。LO、 LOW じゃなくて LO。 LOW だったらLO だけだったらどういう意味なんだろう。なんでそれも低いって意味なのか。あ、ハイは HI なの。あ、 W 短縮、そうなんや。 LOエロエロいつもなる。ラブLOVE。
体温計そうから体温上がるね。熱早53分だった。体温うん早かったびっくり。もうえ早いよね。時間経つの早くないね。2月だからか早すぎ。マイケルの平熱何度か、個人情報といてありがとうございます。嘘です。もう割と低いと思うんですけど、毎日日によって体温変わる。明日ツインテールの日だって。明日はツインテールの日らしいな。それでは明日はツインテールで集まるようにいいですか。明日は皆さん忘れないようにツインテールとメモっといてください。ツインテール入れ、全員ツインテールでドリスコードツインテールですよ皆さん。やだじゃあ普通に許そう。依頼です何かツインテールの写真あったかな。何かちょっと前にね高めのツインテールやったんですよ。あの画像全部消えちゃってさ残ってないんだよね。ちょっと過去のを遡ります。何かあったかなツインテールしてたやつ。12月1月の写真が全部消えちゃったのでほぼ消えた。明日するしかないな。ほんと団長呼ぶしかないな。ちょっと待ってね。タロスさん、おいでませ元気さん、お金持ち先生さん、刀剣太郎くんさん、ゆうたみさん、東京のスナンさん、シンジさん、水軍スピリットさん、くまねパパさん、イクサさん、アサカさん、ホフマンさん、アーリーさん、ありがとうございます。風邪ひかないでねみんなもね。ありがとう。みんなも待って何分？ 57 です。ただいま58。おやすみなさい。おやすみなさい。あ、2月もよろしく。2月もよろしくお願いします。四国の公園にツアーに、そう、2月もステージがあるのが本当に楽しみです。そしてなんと2月はお話し会が3回かなあります。
あと抽選会もある。なんかありがとう。うんうん、そうなんです。こっち向いてイエーイイエーイ、ありがとう。おやすみなさい。完売。あ、そうなんですよ。ありがとうございます。嬉しい。まさかまさかの。今ね、あと30秒ぐらいかな。皆さん、明日も、あ、何曜日明日？水曜日。水曜日も頑張りましょう。水曜日だと？むむむむ。折り返し地点。おやすみなさいませ。みんな明日も元気に笑顔で。おやすみ。おやすみ。にゃにゃ。